令和5年度一般会計予算令和5年度特別会計予算令和5年度政府関係機関予算以上3案を一括して議題とし昨日に引き続き質疑を行います杉尾秀也君はい委員長立憲民社民の杉尾秀也でございます放送法の文書問題について伺います高市大臣にかわります4文書この中でも、まあ、焦点になっております資料2でございますけれども2015年 2月13日付、高市大臣レク結果、極めて重要な文書だと思いますが、大臣はこれまで捏造だというふうに言ってこられまして、改めて確認させてください、大臣、このレク自体がなかった、文書は捏造だったということにいいんですね高市国務大臣。 すでにたびたび衆参両院で答弁をさせていただいておりますが、まあ、当時様々、さまざまな仏教区立法律案や決裁案件など、レッを受けてはおりましたが、平成27年2月13日に、えー、磯崎元総理補佐官と総務省事務方とのやり取りや、平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁など、えー、放送法の政治的公平に関するレッを受けたことはございません。 また3月末までに地方税法改正案、地方交付税法改正案。 また NHK 予算案など、国会でお認めいただけかなくてはなりませんので、まあ、2月は自治税務局、自治財政局、えー、情報流通局をはじめ、さまざまな部局より、えー、レクを受けておりました、まあ、情報流通行政局との関係で言いますと、NHK 予算の国会提出に向けた準備を急いでいた時期ですので、NHK 予算、NHK 予算に付する大臣意見に関するを受けたレクを受けた可能性はありうると思います。 まあ、しかしながら、この2月13日、えー、と書かれた、まあ、文書の内容は、えー、間違っているということで、まあ、このような放送法の政治的公平に関するレクは受けていないということを改めて申し上げます。杉尾秀君これまでの説明と変わってるんですよね。そもそも悪意ある捏造だ、レクを受けたことがない、ないことをあることにされた、こういうふうに言って、 レクの存在自体を否定してたんですよところが、今回は放送法のレクを受けたことがない、内容を間違っていると、こういう方で、捏造だという言葉を全く使わなくなった、で、実は昨日の閣議後会見、そして衆議院の本会議でも、同じようなことをおっしゃってます、放送関係や NHK 関係のレクがあった可能性に言及し始めました、どうして表現が変わったんでしょうか。高市国務大臣 えそれはですね、あの全く、えー、論点のすり替えだと思っております。あの3月8日のこちらの,あの参議院予算委員会で、小西委員からご質問いただきました。 あのそのときに2月13日、大臣レク結果、政治的公平についてというところですが、磯崎元総理補佐官と総務省事務方とのやり取りという内容でございます。私が磯崎補佐官についてその名前、もしくは放送行政に興味をお持ちだということを知ったのは、3月、今年の3月になってからでございます。ですから、このようなレクを受けたはずもございません。 とあそしてまた、当時、総務大臣として決裁ですとか、提出法案などに関するレクをたくさん受けておりました、私がレクを受けないと言ったのは、国会答弁に関するレクは受けないと、えー、早朝レクも受けない、前日もレクも受けないというところを働き方改革へ徹底をしておりました、えー、など、あの3月8日の時点でも、私はこのレクの,あの紙の内容ですね、内容が間違いであるということをしっかり申し上げてきたつもりでございます。 杉尾秀君違うんですよ、全くこれまでの説明と違うんですよ、だってそもそも放送法のレクを受けたことがないとか、そういう説明一切してなかった、昨日になって初めて NHK とか放送法に関するレクはない、放送関係のレクはあったかもしれないと言ってる、昨日になって初めてです、どうですか。高市国務大臣 いやそれは質問通告があったからでございますあの、この日もですね、3月8日も政治的公平についてというところですがということで、ここを否定いたしております、はい、杉尾秀明君ちょっと総務大臣にも伺います。総務大臣、この2月13日を出くったの放送法関係のレクの可能性が高いということでいいんです、ね、松本総務大臣。 放送関係のレクがあった可能性が高いと考えられると申し上げたというふうに承知をしております委員長杉尾秀明君いや、違うでしょう、放送関係じゃなくて、放送法に関するレクでしょ。だって13日の総務省の文書で、作成者の発言として、同時期に放送法に関する大臣レクが行われたのではないか。 それを受けて、放送関係の大臣でこがあった可能性が高いっていうふうに書いてあるじゃないですか、放送法でしょ、でしかも、放送法は放送関係に含まれてんじゃないですか松本総務大臣あの。委員がお示しいただいている5月、本年5月13日付の、えー、資料に記載のとおりで。 あ失礼令和5年3月13日です、大変失礼いたしました、の資料、記載のとおりで、えー、ございまして、作成者によれば、約8年前であり、記,記憶は定かではないが、日頃、誠実な仕事を心がけているので、上司の関与を経て、このような文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣劣行は行われたのではないかと認識していると、作成者によればということで、こういうふうに申し上げましたが、その上で、えー、作成者と同様に記憶するも同席者間でですね、 同時期は NHK 予算国会提出前の時期であり、高市大臣に放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、ここのレクの日付がないまで覚えてないとするものがあり、必ずしも一致してない部分があるということの、えー、今、現在、我々が得ている諸般の情報を総合して、2月13日に放送関係の大臣レクがあった可能性が高いと考えられるというふうに申し上げたところでございます。えー、なお、ご案内のとおりでございますが、NHK に関しても放送法のに規定がございます。 杉尾秀也君じゃあ、資料1、ご覧くださいね、作成者1、もう一回言いますよ、放送法に関する大臣レクが行われたのではないか、その根拠として日,時日頃、確実な仕事を心がけている、上司の関与を経て、このような文書が残っているのである、よって同時期に放送法に関する大臣レクが行われたのではないか、そして同席者の丸2ですけれども、同様の記憶です。 丸さんの人だけですね、ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、内容まで覚えてないということなんですが、つまりは放送法関係のレクがあった、これをですね基本的に認めているから、そういう2月13日に放送関係の大臣レクがあった可能性が高いっていうふうに結論付けたんじゃないですか、つまり、放送法も放送関係の中に含まれてるでしょう、同じでしょう、放送関係と放送法をこれ、わざと使い分けて言ってませんか、高市さんに。 口実を与えるためにどうですか松本総務大臣あの私どもの放送関係の業務の中におっしゃるとおり放送法の問題も入ると思いますなお申し上げたように、えー、私も本日も nhk 関係のレク、えー、を受けたところでありますがこれに関しても放送法に、えー、nhk についても 規定をされておりますのであの放送関係のレクということでは、広い放送業務、放送関係の職務の中には、もちろん放送法もその中の職務の一つであることは確かではございますが、あ,のあえてというか、このように申し上げてまいりましたのも、少なくとも何らかの放送関係のレクが行われたのではないかということに関しては、おおむね関係者の認識の大半が、 共有されると考えられるということで申し上げたんですが、他方で内容については、えー、ここに書いてあるとおり、必ずしも一致しておりませんので、放送関係のレクがあるというかのと考えら、可能性が高いと考えられると、えー、私どもとしても情報に基づいて正確に、そして分かりましたことはできる限り、早くご報告をしなければいけないということで、このようにご答弁申し上げたところでございます杉尾秀哉君。今、内容が一致してないって言いましたけど、内容が一致してないのは高橋さんだけですよ。 いやいやいや、1、2、3の人、ほぼ同趣旨で言ってるじゃないですか、じゃあ、ちょっと総務省聞きます、調査してるんですよね、安藤局長、当時の中島課長、西方統括捜査の誰か、この文書を捏造だと証言している人、いますか小笠原洋一総務省情報流通行政局長。 あのお答え申し上げます。あの、ただいま委員長の,のご質問で、あの捏造だと証言しているものはあのいるかというご質問でございました。あの、先日もあのご答弁を申し上げましたとおり、あのただいまあのお名前が出ている方々について聞き取り調査を行っております。ただ、その結果の開示につきましては、あの相手方のちょっと了解。を 了解を得る必要があるほかあの、まだ聞き取りを続けている状況にございますので、まあ、今後の調査に支障が出る可能性も考慮しまして、まあ、現時点ではあのその結果、の解釈については差し控えさせていただきたいというふうに考えているところでございます、なんつうとご理解を賜ればと思います水曜秀明君。いつまでやってんですか、私は誰がどういうふうに言ったって、細部について聞いてません、捏造だと言ってる人はいるかって聞いてるんです、この中に。 小笠原情報流通行政局長。 お答え申し上げますちょっといつまでかということにつきましては、可能な限り早期になるべくご報告を申し上げたいということで、作業を進めておりますが、ちょっと繰り返しになって誠に恐縮でございます、のつ造になって、捏造と言っているのがいるかという、そういったことにつきましては、やはり今、実際、聞き取りの作業を進めているという、この段階の途中で、そういったことをちょっとここで申し上げるのがちょっと難しいということは、何とぞご理解を賜ればというふうに思います。 を秀明君ただね、当初から文書がそのありもないことをですね、あ,のあることにされたとか、それから高市大臣が言っているような悪意ある捏造だとか、レクを受けたことがないとか、こういう高市大臣の証言にそういうような、そういう証言をしてるって職員っているんですか小笠原情報流通行政局長。 ご答弁申し上げますあの一度、ここでもちょっと申し上げたかと思いますが、あの私どもとしてあの今働いている総務省の中で、まあ、そうした捏造を行うような職員につきましては、そういったことをやっているものということはいないというふうに信じたいというふうに、あのこちらでも申し上げたところでございます、はい、杉尾秀哉君。大臣、聞きましたか、捏造しているような職員はいないと思うと言ってますよで。しかもこうやって記録があるんですよ。 それを補強するものがあっても、高市大臣の証言を補強する人は誰もいません、誰もいません。違うことを言ってるのは高市大臣だけです、どうですか。いや<だ>、どういう高市大臣って言ったじゃん、高市大臣ってはい、じゃあ、高市国務大臣,大臣あの。総務省が今行っている調査の内容は私には分かりません。し、えー、しかしながらですね 私は私で、あのー、ここに出てくる、そのレクをしたと言われる人,が人たちは、もう体感された方と、そしてまあ私自身がまあ顔も知らない方でございますので、確認をしておりませんが、大臣室側もちゃんと、えー、私を含めて3人、同席をしています。ですから、例えば、あのー、このペーパー見ますとね、 えー、この日にあの政治的公平について、磯崎さん、あの要は補佐官からの伝言、えー、など、私に伝えたようになってるんですが、そういうレクがあったかといったら、もうあの同席していた大臣室側の2人は絶対にないと、えー、いうことを、えー、言ってくれています、そしてあの、先ほど来、昨日から急に答弁が変わったとおっしゃるんですが、あの3月8日にもですね、 あのそのようなレク、まあ、つまり5月の質問に対してどういう答えぶりをするかということでしたら、2月にそのようなレクを受けるはずもございませんとあのどの、どの部局のレクが何月何日にあったかないかという話じゃなくて、この2月13日とわざわざ書いてあるこのペーパーの内容が間違いであるということを繰り返し申し上げておりますし、3月9日の国会答弁でも、 当時、様々な仏教よ力、法律案や決裁案件などのレックを受けておりましたが、平成27年2月13日に磯崎元総理補佐官と総務省事務方とのやり取りや、平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁案など、放送法の政治的公平に関するレックを受けたことはございませんと申し上げております。あの大臣室側にも、私と同席した人間がおりますから、まあそ、その範囲でしか私は確認できませんが、しっかりと確認は取っております。 杉尾秀明君じゃあ確認します、当時の平川参事官、松井秘書官がそう証言したということでいいんですか高市国務大臣。<laughs> <laughs> 大臣の今も当然、大臣にいてから。じゃじゃはっかいじゃないで、確認したって言ったから聞いてるん、はい、私が確認をいたしました。だから今、あのご質問になったですよね。 はい、あのー、平川三時間、え松井秘書官でございます。質問者以外の発言は慎んでください。はい、水曜日君それならば、当時の平川三時官松井秘書官に来ていただくしかないですね。委員長、お取り計らいください。え国、ー、理事会で協議をいたします。はい、はい、水曜日役。真っ向から、総務省側と高市大臣が食い違ってるんです。 でしかも高市大臣は自分で平川さんと松井さんに確認したとしか言ってない、客観的な、それを裏付けるものはありません、総務省に伺いますけれども、一連の文書に関与した3人、文書の内容を確認して、最終的に桜井さん、総括審議官に配布、上げてるんですが、配布先に上がってるんですけれども、官房長も上がってます。上がってるんですけれども これは確認した上で配布したんじゃないですか。それを今になって、正確かどうかわからないって言うのはおかしいんじゃないですか。どうですか。じゃあ、小笠原情報流通行政局長。<laughs> あのご答弁申し上げます。あのご指摘のような、あの行政文書の正確性については。 あの文書に示されたあの関係者に対しししててて聞き取りをを行うなどしてまあ精査いいるところでございますだ、その結果あの、平成29年のガイドラインの改正前であることもありまして、発言者に対する内容の確認が怠られていなかったこと、そして作成者が確認できていないものがあること、でそして約8年前のことであり、個々の発言の内容が正確であると,というふうな認識が示されていないところから、これらの点において、政策性が十分とは言えないというふうに考えているところでございます。あのそしてあの でで恐縮でございますあの聞き取り調査につきまして、まあ、その結果の,結,果結果の開示について、こちらで申し上げることはあの、先ほど申し上げた状況によりあの、ちょっと困難であると、今現在もあの調査があの続いており、その調査に支障が出る可能性も考慮し、まあ、現時点では差し控えさせていただきたいことを、どうかご了解いただければと思います杉尾秀哉君、今、作成者確認できてないものがあるって言いましたけど、私がずっと問題にしてるのは、2月13日の文書ですよ、作成者、西方さんですよ。 日も決まっていて、時間まで15時45分から16って、ちゃんと書いてある、配布先も上にみんな書いてあるじゃないですか、これだって、確認したからこれ、配布したんじゃないんですか、どうですか小川沢ら情報流通行政局長。ご答弁申し上げますあの先ほどあの大臣が あの3月13日にあのこちらから申し上げたあのところで、大臣からご説明申し上げたところでございます。あのこの文書につきましても、個々の発言内容について、やはり正確であるというふうな認識は示,れて示されていないという方もありあ、そういった観点で不一致があるというところは、のこの文書についてあの認められている、確認できているところでございます。その意味で、正確性がちょっと十分とは言えないというふうに申し上げてきたところでございます。杉尾 今不一致って言いますけど、どこが不一致なんですか。小笠原情報流通行政局長。えと、ご答弁申し上げます。えー、と、まず、あの、三月13日のちょっとご答弁、冒頭に、あの、申し上げました通り。あの、作成者によればということで。 えと日頃確実な仕事を心がけているので、まあ、このような文書が残っているのであれば、放送法に関する大臣で行われていないことを認識しているということでありますが、あの一方ということで、記載された同席者間では、作成者と同様に記憶するもの。 それから二つ目として、NHK 予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容まで覚えていないとするものがあり、必ずしも一致していない部分があるというところでございます、まあ、この部分を申し上げたところでございます水曜秀明君だからどこが不一致なのかって聞いてるんですよ、一致してない部分ってどこなんですか。うんうん 小笠原情報流通行政局長。 あのご答弁申し上げますあのもう再三のちょっと説明になって、誠に恐縮でございますあの、作成者によればというところでございますが、まあ、同時期に放送法に関する大臣レ化が行われたのではないかと認識していると,というものがある一方、あの同席者間の間で、まあ、同様に記憶するものと、もうそれからレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容までは覚えていないとするものと,ということで、まあ、ここを必ずしも一致し,ていない一致していない部分があるというふうに申し上げているところ。 でございますだって、内容まで覚えていないっていうのは、不一致なんて言わないでしょう、これ、その弁解、おかしいですよ、大臣ね、先日の福山さんの質問に対して、内容が不正確だからという理由を、長々とお話になってましたけど、テレビ朝日の羽鳥さんの大ファンだから、テレビ朝日をディスるはずがない。 何ですかこの意味不明な根拠は、そんなの理由になってませんよ、不正確だと、証明する理由になってないですよ、今日の説明だって、高市大臣の発言を証明するものは全く何もありません、総務省はちゃんと文章が残っていて、その文章に沿った内容で答弁、答弁というか回答はされている、つまり高市大臣の言ってることは全く根拠がないんですよ。 全く根拠がない中で、ずる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 答弁が変わっていってるんです。全く信用ができません。あなたの答弁はどうですか。高市国務大臣。あの、総務省が発表された、あの、内容でも。 この時期に放送部局が高市大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識を示す者はいなかったと書かれております。あの私が信用できない、答弁が信用できないんだったら、もう質問をなさらないでください。君いいいいやいやややあのねちちいやいやちょちょちょ,ちょ待って はい、質問を続けてください、杉尾秀明君この問題の発端は、大臣が最初に小西委員から示された文書について、捏造だと言い切った、これが事実だったら、大臣どころか議員も辞めるって言った、だからこういう話になってるんじゃないですか、それをなんで今になって答弁拒否するんですか、おかしいでしょ。高市国務大臣 それは答弁をしても、杉尾委員が私の発言は信用できないとおっしゃったからでございます。で、あの私が捏造と申し上げましたのは、あの言葉はきつかったかもしれませんが、まあ、それでもあ,のありもないことをあ,のあったかのように書くということは捏造だと、えー、考えましたので、そのように申し上げました、はい、杉尾秀哉君、ありもしないことじゃないんですよ。 どんどんこれを裏付けるものが出てきてるんですよ後でも言いますけれどもありもしないことでありません高いじゃいもう一度あの疑義であるところ質問で行ってくださいはい委員長はい杉尾秀明君じゃあ聞き方変えますよ 3日の共同通信の世論調査、高市大臣の説明に納得できる人17%、納得できない人73%、一般国民に全く高市大臣の説明が通じてないんですよ、信用できないって言われてるんですよ、73%、の7割以上ですよ、つまりあなたは説明責任を果たしてないということなんです、どうでしょう高市国務大臣。 あのこれまでもここで,です、ね、御党の,の,の委員からご質問をだいたときに、じゃあ、この文章の内容、一つずつ説明させてくださいとあの申し上げました。 でもあの、まあ、テレビ中継が入っていた日だと思います、な結構ですとあの、しなくていいと、あの拒絶をされましたあの、いつも何かこう、説明をしようとすると、それを遮られますので、えー、これまで十分に一つ一つについて説明を、国会の場でさせていただくことはできませんでした。 んかあたこのこちらが止めあのことがしなくていいというそれは質問の疑問とでつつそれる現に残してここでやるべき仕事だまだまだ出していただいてないのは高市大臣ですから理事会の要求でやることでそれ委員長に言わせるわけでそれはそれはだってちょっとおかしいなこれここでこの話は前なかなか進まんの

じゃ水曜日でやく。これまで資料を要求しているけど出してませんね。なぜですか。高市国務大臣。あの理事会から要求をいただいてないから出せません。えー、それはないでしょ。まあないな。それはいくらなんてもない。だから前言ったでしょ。総務省からしっかり伝える。その流れの中で今言った大臣に繋がってなかったらこちらがもう一度引き取ります。 ただしっかり、っもうせっかくね、リズムとらせて総務省にその流れを理事会でやったのはやったでしょ、ょこれ、最初の最初でもこれ、理事会でもねこれ、まだ出てませんよ。いちょっっととう,いうし いやだからこれは今一応要求をしてて今のところ検討ゃ検整中でしょこで中やなこれは 石原さんこれ,これ,これ6番だよね。自分でだれ高先生はまあ前後と 答弁総務省が作った行政文書の中の高市大臣でもに対しての調査をかけろっていうのが理事会の扱い案件です六番だな3月六日の僕の質疑に対してまさにさっき大臣おっしゃった通りでここで説明するとおっしゃったそ、はい、こまでは時間が多、ね、く、ね、なかったのでじゃそれは文書として理事会から要求されれば出しますと<っ>で大臣おっしゃっていただいたので理事会要求案件 ということにしたのに、今、大臣は聞いてないとおっしゃったときに、私はこのもとっていうのはの行政文書というのは、それ気を止めてください。 押してください高市大臣から今、まあ理事あの、理事会からの要求についてですね、お聞きいただいてないという話がありましたんですけれども、今川官房長を中心に、総務省はです、ね、理事懇談会、理事会、もちろん入って取られて説明をされました、ご理解いただかないとおかしいわけでございまして、でいろいろと服装している案件がありますから、 どの部分かこてっを生じておりますでとりあえず私の段階で今、求めておるのは、えー、資料要求等の6番目、放送法における政治的公平の解釈に関して、小西委員が提示した約80ページの文書のうち、高市元総務大臣が確認した文書4枚において、事実と異なる主張をする部分を示す資料の提出ということでございますので。 この点ですね、きちっとおしっかり、えー、一卒が図れるようにですね、受け止めていただくように注意を促しておきたいと思います。それでは、じゃ状況について答弁できますか。じゃ今川官房長。 お答え申し上げますあの今、委員長からご指摘のございました、資料要求等の6番でございますけれども、総務省があの行政文書として公表したあ全体の文書のうちの一部でございますので、あの今の,あのご注意を踏まえまして、ですねあの高市大臣ともよくあの連絡を取らせていただきながらあの、お返しをさせていただきたいと思っております。 君今までやっていなかったと極めて遺憾です、それから高市大臣は、再三ですね、3月3日の最初の質疑だけじゃないんですよ、行政4文書、つまりこの2月13日文書も含めて、捏造された行政4文書って言ってるんですよ。捏造されたって、この文書も言ってるんですよ。で、それを否定する材料は、先ほど言ったような。 なんか全く鈍い拙劣な説明しかしてない。あの角度を変えて質問しますけれども、2015年5月12日の総務委員会での答弁をめぐる経緯について伺います。答弁の前夜に初めてレクを受けた。それまでは全く知らなかった。これは本当ですね。はい、高市国務大臣。本当でございます。はい、杉尾秀也君。これ補助的な説明ということになってるんですけれども。 われわれは事実上の解釈変更だと思っている、これ、極めて重要な答弁でございます、そうした意識はあったんでしょうか高市国務大臣平成27年5月12日、参議院総務委員会の答弁につきましては、委員会前日の5月11日に初めて、担当課の答弁案を私は見ました、でまあ、そこで磯崎元補佐官と担当部局がやり取りしていた案などということは、全く承知をいたしておりませんでした。 担当課の案を読みまして、疑問に思うところがございましたので、担当課に対して、まあ、大臣室を通じて、放送事業者の番組全体で考えなければならない、まあ、論理的な根拠、そして一つの番組においても、判断することがあり得ることの整理、まあ、つまり次の日の質問がそういう内容でしたので、でまた行政府が行う会見についての整理、答弁書の中に、 あの分からないところがありましたので、説明を求めて、資料をもらって、自ら論点を整理して、総務大臣として責任を持って答弁をさせていただきました。で問題の本質というのは、この答弁があの磯崎元総理補佐官の影響を受けたかどうかとあのいうことだと思います。そそれをををううでないということとこ証明するたために、まあ、答弁案を作成したかから あのまあ、私の疑問にあのどう答えるか、まあ、という形であの、送られてきた資料、えー、そして、まあ、委員会前夜であることを立証できる、まあ、委員会前夜の私と大臣室の間のやり取りのメールをプリントアウトしたものは保存しておりますので、あの委員長や理事会のお許しを賜れればあの、本委員会に提出をさせていただきたく存じます。君 問題の本質は違います磯崎さんが、磯崎補佐官が法律の解釈について介入をして、その意のとおりに変えたっていうことなんですよ。で、その原稿にペンを入れてやり取りをした、今ね、疑問に思ったと、放送法は自分で答弁を書くことが多かった、これ事実ですね、じゃあ。高市国務大臣。 すみませんあの放送法に限らず、今の,あの、今おります内閣府の答弁もですね、あの委員からの,あの,委員からの、まあ、ご質問に対して、ストレートに答えていないと、まあ、思われるようなところは、特にあの往復で時間がカウントされる場合は、あの相手様のことも考えながら、あの余分なところは。 ペンを入れてカットをしたり、そしてまあ自分の,あの言いやすい言葉ですね、まあ、これに変えたり、もうこれは今、内閣府でも私はやらせていただいております、でよく前日にチェックをして、あの疑問点があったときだけ、えー、確認をいたしております、はい、杉尾秀明君資料3、議事録を見ますと、これ、隣に藤川さん、質問者いらっしゃいますけれども、質疑者双方が事前のシナリオ通りに質疑してるんですね。そして資料4 高市大臣、一部抜き出しましたけれども、上と下見てください、上が事前のシナリオです、下が大臣の答弁です、そのまま一時一句、手におはも含めて、全く同じに答弁してます。どこが自分で筆を入れたペンを入れて、自分が分かりやすいように解釈して書いたんですか、このまんまじゃないですか、シナリオのまんま、つまり大臣、踊らされたんですよ。大臣はシナリオ通りに答弁させられたんですよ、違うんですか。 松本まだ質問中です、今座ってないから、うん、じゃあ、高市国務大臣。あの答弁ですけれどもあの、あくまでも大臣ですから、自分で責任を持って答弁をいたしております、そしてあの分からないところがあったので。えー 確かに一つの番組のみをもって、極端な場合はどうなのかといったあの、えー、ご質問があったと思います。で、まあ、そのような形でのご質問を受けたのは初めてでございましたから、まあ、私なりに直上解説も読みましたが、えー、疑問点がございましたので、まあ、それを秘書官を通じて、玄関に対して、えー、あのこの、 なぜこういう整理になるのかというところをです、ね、確認した、でまあ、そのときに原価から返ってきた書類、えーまあ、それを私は保存いたしておりますので、先ほど申し上げましたとおり、お許しをいただけたらあの、理事会でお諮りいただいて、提出をさせていただきます杉尾秀哉君。昨日の、ね、衆議議院本会議でも 議員会館の政務日程の8年前のものは残ってない、その日時について詳細を確認する方法がない、こういうふうに答弁されている、そのすぐあとに、5月12日のこの答弁の前夜の私と大臣室の答弁書案に関するやり取り、メール答弁案を、これだけ取ってあるんですか高市国務大臣あのそれはあの平川参事官が保存をしておいてくださったものでございます。 杉尾秀也君、はい、えでは今あの、高市大臣がおっしゃった資料をです、ね、提出するように求めます、委員長お願いします後日、理事会で5国でした、協議をさせていただきます、はいはい、杉尾秀哉君あの。ちょっと話が変わりますけれども、実はこれは一連の、やめたほうがいいよって質問権の侵害でしょう。う、ねはい、はいはいはい、これは一連の報道圧力の入り口なんですよ。 で今回の問題の本質、先ほど大臣はあの別のことをおっしゃいましたけれども、これは憲法が保障している言論表現の自由、報道の自由、これ、根底から脅かされかねなかったこと、そして私も当時、報道の現場にいて、痛切に感じていたそのことなんです。お昨と,といの共同通信世論調査でありがとうございます。 今回の放送法の解釈再検討が、報道の自由への介入かどうかについて、3分の2に当たる65%の人が介入だとこういうふうに回答している、国民もやっぱり疑念持ってるんだと思うんですね、それでそこで聞くんですけれども、一連の文書、それから資料5のです、ね、政府統一見解ですけれども、再三繰り返されています補充的説明、これ、毎回この委員会でも出ておりますけれども、当時、それまでの放送法の解釈にあえて、 補充的説明を付け加えなければならない、事情の変更、これはあったんでしょうか。はい、小笠原情報流通行政局長。はい、ご答弁申し上げます。と、事情変更ということでございますが、あの、まず一点目の。 あの参議院の,その藤川その委員のケースでございますが、あの藤川委員につきましては、あのこれはあの藤川委員の,その質問通告に応じ、あの答弁者である高市総務大臣がご答弁をされたということであったと思います。でそしてあの政府統一見解ということでございますが、あのこれはその当時の国会のご審議において、その国会からのご指示に応じて、あの政府の方から提出をさせていただいたと、まあ、そういう経過であったというふうに承知をしております、はい、杉尾秀哉君。 特に事情の変化なかったんですこれは高市大臣も2016年2月8日にです、ね、一番最初にであの、低あの問題が出たときに、このときに答えられている、じゃあなぜこの時期に補充的な説明が必要になったのか、そもそも立法事実そのものがあったのかどうか、事情の変更、これをです、ね、新たなチェック項目を付け加えた理由、これ答弁いただけますか、総務省大臣、よろしいですか。 じゃあ小笠原情報流通行政局長ご答弁申し上げますあのあの今、2つの付け加えたというご質問でございましたが、あのこれはあのその政府統一見解にあの書いておりますとおり、あの従来の,その解釈にはあの補充的な説明と,ということを付け加え、補充的な説明ということをさせていただいたということでございます、はい、杉尾秀明君だからなぜ補充的な説明が必要になっているんですかと聞いている。 小笠原情報流通行政局長あのご答弁申し上げますあの繰り返しになって誠に恐縮でございますが、あの経緯としてあの、国会におきましてあのその、その当時の藤川委員からのご質問ということがあったのに対して、あの答弁をさせていただいたおよびあの、その翌年の2月にはあの、国会からのご指示ということで、あの提出をあの、見解を提出させていただいたということでございます。次を秀明君違うでしょう 質問があったからじゃないでしょう、その前にシナリオができてたんじゃないですか、それに書いてあるじゃないですか、質問があったから、こういうのを付け加えたんじゃないんですよ、最初からそういうシナリオが描かれて、最終形が質問だったんですよ、全く逆なんですよ、で統一見解では、一つの番組ではなく、番組全体を判断する、これ、ずっと従来からの変わらない見解です、前段にもそう書いてあります。 その講談で、一つの番組のみでも政治的公平を確保していないと認められるケースがあるということで、番組全体で判断と言いながら、一つの番組でもアウトの具体的な例をここで二つ挙げてるんです、これ、完全に矛盾してる、全体を見て判断するという従来の大前提を大幅に逸脱した解釈、これは補充的説明ではなくて、まさに解釈の変更そのものじゃないですか、どうですか。 小笠原情報流通行政局長。 あのご説明申し上げます。あの政府統一見解の,あの前段あの今のご指摘の前段の部分でございますが、えー、とまずあの、その前段のところであの、放送事業者の番組全体を見て判断するとしてきたものである、この従来からの解釈については、何ら変更はないと,というふうに申し上げております。で、その上で、その次に、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことであると。 まあ、そういう、申し上げた上で、総務大臣の見解は一つの番組のみでもということで、二つの例を挙げているということでございます。あのこうした流れの中での,あの記述でございますので、あの私どもとしてはあの、この政府統一見解に関しておりますよう、従来からの感触については、何ら変更はないものというふうに認識をしております、はい、杉尾秀哉君。それじゃこれも再三出ましたけどね、総務省出身の山田真紀子秘書官。 これは放送法の根幹に関わる話、本来であれば審議会などできちんと回すか、そうでなければ法改正となる話、こういうふうに記述をしている、総務官僚ですよ、これはまさに正論じゃないんですかな,なぜこういう手続き踏まなかったんですか。小笠原情報流通行政局長 あのご答弁申し上げますあのただいまあの山田あの情報流通局政局長、まあ、この名前があの記載されているということでございますが、あのその,あの山田元条例局長、あ山田元あの秘書官がどういうふうにおっしゃっていたかということについては、あの先ほどあのご答弁申し上げたとおり、聞き取り調査と,ということをやっているところでございます。でそしてその結果につきましては、あの先ほど申し上げたとおり、あの聞き取りの継続中ということもございまして、その結果をあのここに報告することは、ちょっと現段階ではさせていただきます。 実感させていただきたいと思います。あの、ご、あの、ごりょ、ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、杉尾秀哉君。じゃ、山田さんから聞いてるんですね。早く出してください。小笠原情報流通行政局長。ご答弁申し上げます。あの、可及的速やかに対応してまいりたいというふうに考えております。はい、杉尾秀哉君。じゃ、その山田さんの証言、委員会に提出をお願いします。委員長と取り計らいをお願いします。 後刻理事会で協議をさせていただきます。はい、はい、杉尾秀君法制局に来てもらってます、伺いますけれども、本件について総務省から相談なり、紹介はあったんでしょうか木村洋一内閣法制局第一部長、えー。ご指摘の件につきましては、総務省からご相談とはなかったものと承知をしております、はい、杉尾秀哉君、はい。相談してないんですよ。 紹介もないんですよもう一回、法制局聞きますけれども、従来の法解釈に補充的説明というふうなことで、事実上、新たな解釈を付け加える、こういうことは一般的によく行われることなんでしょうか木村陽一内閣法制局第一部長。 えー、あの各府省におきますあの法令のまあ具体的な運用につきまして、まあ、網羅的に私どもとして把握しているわけではございませんが、まあ、一般論といたしましては、まあ、事務官庁が所管するまあ法律の解釈をより明確にするために、具体例を示すなどして説明を加えるということは、まあ、一般にあり得るものと認識をしております、はい、杉尾秀哉君。じゃ総務省に聞きます、こういう例ありましたか、補充的説明。 今川総務省官房長答え申し上げます法令を所管する総務省の立場において、法令の解釈の要旨、内容などを事業者や国民に分かりやすくご理解をいただくため、その明確化や具体化を行うために、補足的、あるいは補助的な説明を行うということは、日常的に行っているものでございます。例えば、えー、法令に基づくガイドラインやその解説。 行政手続きを具体的に説明するマニュアルの作成などさまざまな形で従来より行ってきているところでございます杉尾秀明君重ねて伺います補足的な説明というのはこれまであったんですかこの補足的な説明という言葉自体今川総務省官房長お答え申し上げます特にその補足的な説明というようなあの、まあ。のま 固定した言い方ではないかと思いますけれども先ほど申し上げましたように、えー、法令の理解を促すためのガイドラインですとか解説、まあ、行政手続きをわかりやすくご理解いただくためのマニュアルの作成などこういったいろんなものをですね、えー、補足的にいろいろ、えー、文書やいろんな形でお示しをするということを従来より、えー、まあ日常的に行ってきておるところでございます杉尾、はい、秀也君補足的な説明というのはこれは磯崎さんが 1>, 1月に自ら、じゃあ俺が書くわと言って書いてきた案の中に出てる言葉なんですよ、これがずっとそのまま残ってるんですよ、総務省に再び伺います、百歩譲って補充的な説明、補足的な解釈だとしても、一番組のみで政治的公平を判断し得るという大臣答弁、これまでであったんでしょうか小笠原洋一情報流通行政局長。 お答弁申し上げますで、まあ、に昭和39年の段階で、その極端な事例を除きと,というようなことを、ちょっと明確にあの委員会の場で、あの政府参考人から答弁をさせていただいております。でそして、あのそのような場合につき、藤会委員からその国会の場であの具体的なご質問がございました。でそれに応じて、あの当時の高井道臣からあの答弁をさせていただいたものとという,ふうに承知をしております、はい、杉尾秀哉君。 三十九3 9年に極端な例を除きという注釈が書いてあるのは、私ももちろん知っておりますけれども、極端な例を除きということが、一番組のみで政治的公平を判断し得る、これとイコールなんですか、こんなことを答弁してないでしょ、これまでに小川沢原洋一、情報流通行政局長。うん 答弁申し上げます先生も今、ご案内というふうにちょっとご指摘ございましたが、昭和39年答弁、やはり政治的公平性ということをどういうふうに判断するのかという流れの中での答弁でございました。その中で、その極端な場合を除いてということで、その番組の政治的公平性の判断ということが述べられている部分でございますので、私どもとしては、その極端な事例ということの補足的な、補充的な説明ということで、藤会員にも、 ご答弁申し上げ、その後、政府統一見解ということもあの提出をさせていただいているところでございます、はい、次を極端な例を除いてというのが、一番組のみで政治的公平を判断しうる、解釈変わってるんですよ。これ,これは、これは補足的な説明、補充的な説明じゃないですよ。解釈変わってるんですよ。で、解釈を、こういう解釈をです、ね、示す。 一番組で政治的公平を判断しうる、こういう行政文書はこの一連のケース以前にありますか、文書残ってますか、小笠原情報流通行政局長。あのご答弁申し上げます。 その極端な事例というところを、解釈の変更ということをちょっと前提のちょっとご質問でございましたが、私どもとしては、あくまでその極端な事例の補充的な説明ということを、藤川先生にご答弁いただいたときも、そしてその後の政府統一見解のときにも、その補充的説明ということを解釈といたしまして、それに、そのときの問い合わせに応じた、あるいはそのときのご指示に応じたその解釈。 で、そして補助的な説明ということを行ってきたというふうに承知をしております、はい、杉尾秀明君さっきから繰り返しているように極端な例を除いてが今回のケースを契機に1番組のみで政治的公平を判断し得るこういうふうに事実上解釈が変わってるんです重大な解釈変更なんですこれは安倍政権下では権力があれば違法な法解釈の変更もできる法治主義ではなく人治主義が横行していた そういうふうういいいふにに言われてても私は仕方がないというふうに思ってます森掛加計学園の問題と根底は一緒です、しかも時期も重なっている、総務省、そして山田元秘書官、必死に抵抗してた、この文書問題、よくわかります、しかしやっぱり、所詮、強大な官邸の力には抗えないんですよ、しかも磯崎補佐官は、単なる一国会議員としての紹介という先日の答弁もありましたけれども、単なる一国会議員じゃありません。 安倍総理の意向をバックにして、何の権限もない自ら、放送法の極めて不当な解釈変更をご了承ししたんです、資料をご覧ください、ここで政治的公平を判断する例として、丸一選挙、それから丸二国論を二分するような政治課題、この二つだけ挙げられてるんですけれども、なぜこの二例なんですか小笠原情報流通行政局長。 あご答弁申し上げます、えー、と今あの、ご質問になりましたあの、平成27年5月12日の参議院総務委員会では、あの藤川委員からあのご指摘の2つのケースが挙げられまして、質問が行われました、で当時の市高市総務大臣がそれをあの受け、答弁をされたものと承知しております、でそして平成28年の政府統一見解はこの定番に示された、同じ例が記載されているところでございます、はい、杉尾秀哉君。何度も言いますけど、質問がきっかけじゃないでしょう。 その前にシナリオができてて、そのシナリオ通りに藤川さんがやられたんじゃないですか、全く逆ですよ、なんでこの2例上げたのか、入れたのか、磯崎さんが言ったからじゃないですか、総務省のやり取りの中で、これは全部残ってるじゃないですか。資料6に一連の経緯をまとめました、ことの発端は2014年11月の衆議院の解散です。解散当園に TBS の news23 に安倍総理出演されました岸井キャスターです。アベノミクスをめぐる街頭インタビューががありましたこれに総理がですね 怒った、4人の街頭イ,インタビューが出てきたんですけど、そのうちの3人の方が私もよく記憶してます、なんか景気よくなっている、こういうの感じしません、で、1人はです、ね、株価も上がって景気いいんじゃないですか、こういうふうにおっしゃった、これに編集してますねというふうに安倍総理が生放送でかみついたんです、実はこの編集には理由があるんです、世論調査の数字が大体3分の2から4分の3ぐらいの人が、安倍のミクス、自分はそんな景気が良くなった感覚はない。 こういうふうに答えてるから、こういう返集をしたら、それに安倍総理がですね激高したんですよ、そしてその2日後、資料7の圧力文書が自民党から民放危機局に出されています、こと細かに、こと細かにですね公平、公正を期してくださいということで、その,しそのゲストの選定から、ですねそのインタビューから、何から何まで、です、ね、こと細かにあの言ってるんですね。 これ、一応、お願いになってますけど、これ、圧力文書、そう思うんです、私、こんなの見たことありません、そして、資料8位、磯崎補佐官、TBS のサンデーモーニングをターゲットに連日この頃ツイートをされてます、放送法上許されない、こういうふうに何の権限もない補佐官が放送法上許されないと断じてツイートしてるんですよ、で番記者に、自分を出せって何回も何回も言ってるんですよ、なんで俺はサンデーモーニング出さないんだ 言ってたそうですよでしかも、この対象がですね、つまりターゲットが特定放送局の特定番組だったことが明らかなんですよ、一連の経緯を見ると。しかも対象が安倍政権にとって一番重要な、まず選挙です、そしてアベノミクス、それからこれから始まる安保法制、さらには憲法改正、こうした目玉政策でメディアをけん制する狙いがあったのは明らかなん。つまりこの統一見解というのは 一般的な補充的補足的なな補補足説明ではありませんつまり、政権の意に沿うように、メディアに対して圧力をかける、そのために放送法が改正されたと見なされてもおかしくない、総務省がこうした時の政権による、特定のメディアを念頭に置いた牽制、攻撃に加担したことになるんですけど大臣、いかがでしょう松本総務大臣。はいあのー まず政府統一見解についてでございますが、えー、今もお話がありまして、えー、あのご指摘がございましたけれども、このぜひ政府統一見解についても、えー、この全文を、全体をご理解をいただきたいというふうに思っております。えー、中断のところでも、全体を見てと書いてありますが、最後にも、これは番組全体を見て判断するという、これまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものというふうに記載しておることで。 ぜひご理解いいいたただきたいと思いますあのその上で、えー、放送法はあ法を変えた、解釈を変えたということではなく、あの補充的な説明をというふうに申し上げてましますが、放送行政、これまでも慎重かつ適切に法にのっとって、えー、放送行政総務省としては担ってきたところでございまして、放送法第4条に定める政治的公平違反として、放送法第174条の業務停止命令、 電波法第76条の無線局の運用停止命令が実施されたことはないと承知をしております。また、28年以降、政治的公平性に関する行政指導が行われたことはなく、27年以前に行われた行政指導の事案を見ても、政府統一見解に示された考え方と整合性は取れているというふうに考えております。えー、以上ののののとおりここれまでの放放送送行政政経緯を見見る限り政府統一解解によっって放送法の解釈や運用が変わったことは なく今後とも慎重かつ適切に法令にのっとり放送行政を担ってまいりたいと考えております尾なんか聞いてもないこと答弁されましたけれどもあの、この5月の答弁は実はですね、全く注目されてなかったんです。これ、メディアも報じてないんです、テレビも報道してないし、新聞の記事もですねほとんど見かけません。で、これと並行して実は資料6にあるいろんな動きがありました。 2015年4月、自民党によるテレビ朝日と NHK の少子がありました、コメンテーターが、アいノターベイというフリップを出してです、ね、これは大問題だとそして9月、TBS のやはりニュース23、岸井キャスターの安保法制をめぐる発言に対して、意見広告が出ました資料10、この広告を見たとき、私、本当、ぞっとしました。目がじっと我々を見てるような、まあ、私も あんまり立派なキャスターじゃなかったですけれども、まあ、端くれとしてとても一言とは思えなかった、こうした流れの中で決定的だったのが、今ちょっと触れられました2016年2月の放送停止、いわゆる停波をめぐる高市大臣の答弁、でそこの直後に当時のテレビの著名なキャスターが相次いで画面から姿を消しました。高市大臣は放送局への影響の大きさを熟知して、こういう答弁をされたんじゃないですか、松本総務大臣。 こいったそれでは高市国務大臣。あのまあ現在私が放送法の解釈についてお答えできる立場にございませんことから総務大臣えお聞きいただければと思います。静粛に。はい、はい。杉尾秀幸君。あの一番組だけで政治的公平を判断できるという解釈変更に。 この低波をめぐる発言が加わった相乗効果が絶大だったんです面倒なことは控えようという空気が報道の現場に急速に広がった総務省に伺いますこの大臣答弁に至るメモそれからレクなどの資料残ってます小笠原情報流通行政局長 お答え申し上げますあのただいまにちょっとご質問でございますがあの、放送法における政治的公平の解釈に係る磯崎元総理補佐官とのすべての接見記録及び議事録につきましては、精査を行いましたが、3月7日に公表した総務省の行政文書のほかには確認されておりません。放送法における政治的公平の解釈に関わる高市元総務大臣に対するすべての大臣レクの経過及び議事録、こちらは精査を行いましたが、3月7日に公表した総務省の行政文書のほかには確認されておりません。 はいいじゃあ続けてお願いします我が小笠原情報流通行政局長、補足答弁をお願いしますえ大変失礼いたしました、あのちょっと停波ということに関わるあの今の,そのレクのメモということでございましたが、あの精査をいたしましたけれども、あの確認をされておりませんあ確認をされていないところでございます。はい、尾秀君 ないということですけれどもそもそそそまとめますけれども私当時テレビの現場にいて息苦しいそんな感覚がありました何よりも残念なのはキシーキャスターが現場を去らなければならなかったこと。その後病に倒れてお亡くなりになりました今回の一連の文書が明らかになって私も含めて研究者もそうですけれども当時感じていた疑問の一部が評価した気がいたしますそれとともに けしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるという磯崎補佐官の言葉改めて律然とする思いですそれだけこの一連の文書というのは極めて生々しいだから信用性がある高市大臣の答弁は全く信用性がない私はそういうふうに思います最後に磯崎元補佐官安藤元局長の証人喚問それから高市大臣関連の四文書に登場するすべての関係者の参考人証知を求めます委員長お願いします すで、えー、に出ているものもございますけれども、後日、午後刻、協議をさせていただきます、理事会協議です。